航空自衛隊で F-35 戦闘機の導入が加速する中、日本でいち早く F-22 戦闘機ラプターの導入を検討していたのをご存知でしょうか。今回は F-22 戦闘機ラプター採用がなぜ中止され、YF-23 試作機がなぜ採用されなかったのか、詳しく見ていきます。YF-23 は先を行き過ぎていたんでしょうね。日本がその YF-23 の方を採用していたら、今頃、純国産 F-3 戦闘機が完成していましたね。現実的に示される生産数は、西側諸国としては、一つ、前の第4世代機として、1970年代に開発され、複数回のアップデートを重ねながら5000機を超えるであろう F-16 ファイティングファルコンに次ぐと思われる。今の F-35 ライトニング2の商業的な成功によって、アメリカのロッキード・マーチン社の地位は、西側諸国の戦闘機需要を考える上で、揺るぎのないのの模様にも感じられるが、ここに至るまでの道のりは、決して平坦ではなかった。ロッキード・マーチン社が、今の成功を収めたきっかけは、世界で、初の量産型の、いわゆる第5世代戦闘機である、F-22 ラプターの採用を、アメリカ空軍から、勝ち得たことに起因すると言えそうだが、その採用には、当然、競合との争いがあった。アメリカ空軍では、未だ、旧ソ連との冷戦構造が続いていた、1970年代から、第4世代戦闘機として、当時、世界最高の戦闘能力を有すると目された、現ボーイング社、当時は、マクドネル・ダグラス社の F-15 イーグルを、主力戦闘機として運用していた。その後、アメリカ空軍では、1980年代初頭に、今後の主力戦闘機の開発を行うべく、ATF、アドバンスドタクティカルファイター先進戦術戦闘機計画を始動させ、F-15 イーグルを代替する次世代戦闘機の開発をスタートさせた。F-15 イーグルは、1976年からアメリカ空軍で運用が開始された後、日本、イスラエル、サウジアラビアでも採用された聖空戦闘機であり、アメリカ側の公式見解では、戦闘機同士の空中戦闘で撃墜されたことはないとされている。そんないわゆる第4世代戦闘機の西側諸国の劣る F-15 イーグルを代替するべく始動したのが、ATF、アドバンスドタクティカルファイター先進戦術戦闘機計画であるため、当然それを上回る能力が、開発機には求められた。そこで求められた性能は、大きく2つがあり、機体そのものが高いステルス性能を有していることと、エンジン性能は、アフターバーナーを未使用であっても、音速を超える速度で飛行する、スーパークルーズが可能なことが挙げられた。このアメリカ空軍が課した条件を満たすべく、2つの試作機が製造されることとなり、その1つ目は、現、ノースロップ・グラマン社、当時はノースロップ社と、現、ボーイング社、当時は、マクドネル・ダグラス社が組んだ YF-23 だった。そして、もう一つが、現、ロッキード・マーティン社、当時は、ロッキード社が用意した YF-22 であり、結果的には、選定の結果 YF-23 に打ち勝って、
YF2-2 がその座を得ることに成功。これが F2-2 ラプターとしてアメリカ空軍に正式採用されるに至った。ATF、アドバンスド・タクティカル・ファイター先進戦術戦闘機計画における比較においては、YF2-3 は YF2-2 よりも高速性能、ステルス性能、燃料の積載量ともに上回っていたとも伝えられているが、その分、前者は機体サイズにおいても若干大型であった。アメリカ空軍は、カタログスペックとしての高速性、ステルス性、燃料の積載量に勝れる YF2-3 よりも、YF2-2 の生産性とメンテナンス性の高さ、そして多用途性を評価したとされ、さらに小型であるゆえの機動性と操縦性の高さも、これにプラスに働いたと考えられている。YF2-3 は、ステルス性を追求するにあたって、従来機にあった水平、垂直尾翼を廃止、これを一組の V 字型の尾翼で代用すると、革新的な設計が施されていたが、アメリカ空軍の当時の判断としては、実績のある堅実な設計の YF2-2 を選んだと言えそうだ。アメリカ空軍は、ATF、アドバンスド・タクティカル・ファイター先進戦術戦闘機計画用に、機関部に関しては、プラット&ホイットニー社製の F119PW100 と、ゼネラル・エレクトリック社製の F120GE100 を開発させ、前者と YF2-2 の組み合わせが採用された。この決定は、1991年に下され、現、ロッキード・マーティン社、当時は、ロッキード社は、同年の8月に、量産化の契約をアメリカ空軍と交わし、短座と副座の両方を製造する設計に取り掛かり、翌1992年6月までに、これを完了させる。アメリカ空軍での正式採用が確定し、F2-2 ラプターとなった YF2-2 は、当初の計画では、総数で750機を、生産する予定で計画が開始されたが、くしくも採用が決定された1991年には、旧ソ連が自然崩壊を起こすという、政治的な一大変化が生じていた。そのため、1993年4月に、F2-2 ラプターの量産機の製造に着手された時点で、すでに、その生産数は、750機から648機へと、100機以上も下方修正されてしまい、これまで、第二次世界大戦後に続いてきた、東西冷戦の終結は、軍縮という方向に歩みを進めた。そして、その4年後の1997年4月には、F2-2 ラプターの短座の量産機の最初の1機が完成するも、複座型の機体の製造は中止となり、さらに、生産増数も648機、から200機弱も減少した451機とされ、同期にしてみれば、大いなる逆風に見舞われ続けた。F2-2 ラプターの生産数の減少は、その後も加速し続け、2001年8月には295機にまで下がり、さらに2005年の同機の実戦配備の段階では277機とされ、最終的には2010年に187機で着地し、翌2011年をもって、その生産ラインは閉じられることとなった。こうして、F2-2 ラプターの生産数は、当初予定の750機から、実に 75% 以上も削減された187機となったが、この数量では、代替すべき対象であった F-15 イーグルの退役をカバーするには、当然不足で、2025年までの F-15 イーグルを継続運用する決断が行われた。ただし、こうした状況と並行し、2007年11月には F-15 イーグルで、経年劣化による老朽化が、原因の空中分解事故が発生、F-22 ラプターの生産数の増加も、俎上に挙げられたが、結局、新型の F-35 ライトニング2でカバーすることで決着した。
以後も F3 ゴライトニング2が開発自体のスケジュールの遅延が生じていることや、そもそもその性能について不足を指摘する声もアメリカ国防省のみならず議会からもたびたび上がったが、最終的には次世代機の NGAD 計画を進める方向で今日に至っている。 F2 にラプターはこうしてアメリカ空軍が187機を保有するのみで、結果的には現在の2023年を迎えているが、現ロッキード・マーティン社、当時はロッキード社はビジネスの観点からは国の承認が得られれば輸出も考えていたと言われている。そこで F2 にラプターの輸出の有力な候補国と見さされていたのは、 F15 イーグルも導入を行っていたイスラエルと日本であり、2001年の時点で当時のクリントン政権は全社への輸出を検討する姿勢を見せていた。一方の日本も F4EJ 改めの代替機となる主力戦闘機の候補として F2 にラプターを希望する動きがあり、アメリカと共同開発を行った F2 戦闘機の生産ラインが2011年で閉鎖予定だったため、同様の手法でのライセンス生産を志向する声もあった。しかし、その後2011年にアメリカのオバマ政権は F2 にラプターのアメリカ空軍への追加調達を行わない方針を確定させたため、現ロッキード・マーティン社も無理に日本への輸出を行う必然性はなくなり、同社の F3 ゴライトニング2が代わりとなった。